勝ちやすい場所と戦い方を身につけるのが戦略と。ね、もうこれは儲かってる今、現にね、日本の企業で元気なところ、あるいは世界の株価時価総額のランキングなんかを見ればね、えー、やっぱり稼ぎにくい、日本は稼ぎにくいんだなと。日本だけで稼ごうとすると厳しいんだなというのが分かります。まあ、例えば、ラーメンの一風堂ね、ね、えー、上場して今、ね、えー 儲かってますでこれ儲かってますって言ってもね、日本はそんな変わってないじゃんと、そんなに激混みじゃないじゃんというとこなんですけど、まあフランスとかね、イギリス行くとね、もう全然大繁盛で、客単価も全然違う、日本じゃね、いっぱい2000のワイン、グラスワイン売ったって誰も飲まないでしょうけど、まあフランスだと、ね、あるいはイギリスだと、ガンガンね、ワイン飲んでラーメン食ってるというのが見えます。 まあ一風堂がね、日本一おいしいラーメン屋作りにこだわっていたら、まあ、株式上場が無理だったと。ねまあ、ラーメン屋儲かんないなと言うとね、まあ、通常ね、もっとラーメンを美味しくしなきゃというふうにいきますけどね、まあ、実際おいしいラーメンランキングのね、トップ10とかトップ20とかね、まあ、大して儲かってないと思います。まあ、要は儲けることじゃなくて、おいしいラーメンを作るのに注力してると。ねまあ、そうじゃなくてね、 じゃあ、従業員にたくさん給料を払うとか、ね、たくさん税金を納めようと思ったら、儲けるしかないわけですから、まあ、そうなると、儲うけやすい場所を見つけて、儲けるために商売する。そうするとね、日本にこだわっていたなと厳しいということが言えます。ユニクロもそうです。ユニクロの場合はね、海外、 で特に海外の中でね、アメリカで、えー、全然強い企業に歯が立ってないんでね、ユニクロの海外戦略失敗とかたまに見ますけど、まあ、全然失敗でもなんでもなくてね、えー、たまに、えー、アメリカの、ね、激戦区に出して、まあ、やっぱまだ勝負早かったなと撤退してるというのが実際問題でね、えー、強いライバルのいない地域ではユニクロは圧勝してます。ねえー、パリでもイタリアでもイタリアじゃねえや。 パリでもイギリスでもすごいね、この場所ユニクロ出すんだっていうようないい場所にユニクロありますからね。やっぱり、えー、強いライバルがいない。逆にね、挑んでみてライバルが強かったらそこさっさと撤退しちゃうというのはね、さすがね、えー、商売のセンスが違うんだなというふうに思います。それからドンキホーテン、ね。ドンキホーテンも日本にある企業ですけどね、まあ、ほぼ 店舗行ってみりゃ、日本人なんてあんまりいないと。ねえー、中国、韓国の人ばっかりで、まあ、日本人はたまにいてもね、買い方もしけてる。でもね、もう、えー、福岡行った時にね、えー、ドン・キホーテが近くにあるヒルトンに泊まるんですけど、もうすごいですよね。でっかいビニール袋を3つも4つもね、えー、抱えてみんなホテルに帰ってくると、ね。あの買いっぷりはすごいなと思います。 これ日本人をね、メインターゲットにしてたら、今の躍進はなかったと。で、これね、まあ、そういう、まあ、えー、まあ、ちっちゃなというかね、えー、現象だけではなくて、もじゃあ全体でね、えー、この平成元年の世界時価総額ランキング、株式時価総額ランキング、ね、もう上の方も言うとね、いや、これ日本のランキングなのかってぐらい日本企業ばっかりです。ねえー、平成元年には。ところが、平成30年、去年になると、もう全然ね、 えー、トップ30に、えー、全く日本企業なんて見当たらないと、あ、これ日本企業を抜いたランキングなのかなと逆に思うぐらいですよね。で、桁数も変わってる、当然30年経ってますんでね、えー、景気も変わってますんで、えー、物価も変わってるしね、えー、景気も変わってますんで、桁も上がってると。ところが、ね、日本だけはずるずると落ちてっちゃって、唯一、 ね生き残ってるというか35位にトヨタ自動車それでもねえー、金額的には時価総額4倍弱まで上げてるんですけど、まあ、何しろかにしろね他の躍進が著しいんで、まあ、全然目立たないとねえー、時価総額上げてるにもかかわらずパッとしないように見えてしまうで現在1位はアップルがね、えー、iPhone の戦略に失敗して売り上げ落ちてガクンと落ちて、えー、このアップルは今ここ 5位になったのかな、確か。で、アマゾンが1位になったという状態です。まあ、そのようにね、こう、日本だけをターゲットにして商売してる人は、まあ、まさか全員が寝てたわけじゃない、ね、それなりにみんな努力してるんですけど、何しろ、かにしろね、ね、えー、人口も減ってくと、ね、でもう、あの、成長の絵が描けない国で、いくら頑張ったところで、ずるずると落ちてくだけと。 いうのがこれ、悲しい現実ですね。まあ、精神論ではなくて、現実を見ると、日本に一点張りというね、えー、人生設計がいかに厳しいかがわかると、ね、いうことが言えます、まあ日本。日本、日本市場に一点張りの戦略はもう負け戦の戦略ということはね、まあ、ほぼ間違いない。で今の戦略でも、勝てる場所と戦い方を見つけるのが戦略。ね、戦略なくして勝利なし。 これ強い相手と戦って、負けて実力を向上させてね、逆転勝利するっていうのはもう漫画の中の話。まあ現実にはね、弱い自分が努力している間に、強いライバルもね、同じ努力をすればもっと強くなっちゃうと。もう初めに弱かったら勝てない。逆転ってのは滅多に起こらない。滅多に起こらないから憧れがあって、漫画や映画になるだけの話で、まあ現実と向き合ってね、 何かで稼ぎたいと思ったら、もう今の実力で稼げる方法を見つけるしかないと。そうなると、ね、なかなかないですけど、ただ輸出ビジネスなら、日本語ができることと、日本に住んでいることが強みになると。逆にこれ、輸出しなかったら日本に住んでいるなんだって、何の強みにもならないわけですよね。日本でだけ商売するとしようとすると、このようにね、一世を風靡した企業たちもずるずる落ちていくと。 いうことを見ても分かるように、現状維持すら不可能という状態です。で、輸出ビジネスを始めるのに一番いい、そして今チャンスなのがオーストラリアのアマゾンです。オーストラリアのアマゾン、最大消費地シドニーの f b s o が2018年9月、去年の9月に稼働しました。人口は少なくても、購買力を旺盛なオーストラリア。 シドニーで暮らしていた私はオーストラリア人の豊かさあるいは金遣いの荒さが分かりますしかし一般的な日本人はオーストラリア人の消費力を低く見積もりすぎています何しろ、ね、ボクシングデーというね、えー、クリスマスの翌日ですけど1日でなんと2000億円売り上げるというのがねオーストラリア市場の、えー、金遣いの荒さですでそのオーストラリア市場で 日本商品を販売するには Amazon を使うのが一番。オーストラアマゾンでやることはとても単純。まあ、大変なことはないしろ、全部 Amazon がやってくれます。まあ、だからこそ、ね、日本に住んでるだけで稼げるという形なんですけど、まず、ネットショップ作り不要。ねまあ、ネットショップを作る必要はありません。Amazon を使うんで、えー、全くショップ作りなんかいらないと。で集客も不要です。 ね、アマゾンが集客してますんでね、えー、私たちは何を集客なんかする必要ないと。で売り込みも不要です、ね。売り込みもする必要ありません。まあ、全部アマゾンがやってくれます。そして売れた時の入金確認も不要。入金確認する必要もありません。全部アマゾンがやってくれます。梱包も不要です、ね。めんどくさいです。梱包する必要はありません。全部アマゾンがやってくれます。発送も不要。 発送も自分でする必要がありません。全部 Amazon がやってくれます。それからクレーム処理不要と。クレーム処理する必要もありません。全部 Amazon がやってくれます。返品受付も不要。返品受付をする必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。あなたがやることは買い物した商品を Amazon に送るだけ。オーストラリアアマゾン輸出は今すぐ始めた方がいいです。今すぐオーストラリアアマゾン輸出を始めるべき理由は3つ。 1>, 1番アマゾンは実績重視、新参者に厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほどいいです。取引実績がたくさんある出品者とバッティングした場合は新規出品者はなかなか売れません。取引実績ある出品者は出品可能。しかし新規出品者は販売許可が必要という商品も出てきています。2番初めの頃は間違いも多めに見てもらいます。3番 初心者でも稼げる今,がチャンスです今オーストラリアアマゾン輸出を開始すればどんどん売れやすくなっていきますアマゾンがオーストラリアでマーケットプレイスを開始しました日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます